自由紹介図ゼブラノコギリクワガタは、昆虫交渉種,種目、クワガタムシカ、ノコギリクワガタ属の一種で、四亜種に分けられる。別名、縦島ノコギリクワガタとも呼ばれ、死ゆ友前肢と胸部に、オレンジと黒の濃い体色が、縦筋のようにつき、これを、シマウマの模様に見立てたことでこの名がついた。ノコギリクワガタ類では、最も美しいとも言われる。 ノコギリクワガタの中では、小型から中型の部類に入り、体長は、オスは21から60ミリメートル、メスは18から31ミリメートルほどになる。オスは、大型個体では、顎が伸びて内葉が2本ほど生じるが、小型個体では、内葉は発達しないか、弱い。成虫は、夜行性だが昼間も活動し、エノキ類の紅葉樹の幹から出る樹液や、 細枝を傷つけて出る樹液を吸う。10日にも飛来する。サナギ室脱出後の寿命は半年以上に及び、比較的短命なノコギリクワ型類の中では長い部類に入る。幼虫は不朽木やその下の分解された土の中で約1年から1年半ほどの時間をかけて成虫になる。メスは半年ほどで成虫になる場合もある。 ノコギリクワガタ類の中では、色彩変異に富むことやペット飼育が、比較的簡単であることから人気があるが、オスはやや攻撃的で、気の合わないメスを殺してしまうこともある。日本には、原名アシュの PZ ゼブラと PZ ノブユキーが輸入されることが多い。ありがとうございます。